よし、素晴らしい。あ、いいですね。やっぱこれ盛り上がりますね。じゃあ2つどんどんいきましょう。今度はこの2つを一気にいきます。さあ2つを一気に、大丈夫ですか。それでは普段だったらですよ、これもう1個追加して、じゃあこの3つっていくんですけども、今回ねこれだけお客様集まっていただいてますんで、まあ、新年早々大サービスいきます。なんとですね、間をちょっと広げましょう。これだけでもね結構広いですけど、もうちょっといっちゃおうかな。もうちょっと全体的に驚いてもらってもいいですか。なかなかないですよ、ハードルバーンやってるのに皆さんそんなのもできるんだみたいな、結構冷静なんで皆さん意外とこういう時なんかあるでしょ、なんかみたいなね。本当にもう一回いきます。皆さん声出していきましょう。なんと間を広げます。そうそうそう、うまいうまい、下から来る感じね。あるある。よし、じゃあリキちゃん、皆さんもねこうやっていい感じで盛り上げてくれてますから、こっちもちょっと全力でいきましょう。よし、さあそれでは成功したら皆さん大きな拍手を忘れないようにお願いいたします。頑張ってよ。一番広い3つ、さあいけるか。どうしたどうしたと飛ぼうよ、リキちゃんやろう。なんかちょっとイラッとしてんの、これやろう、やろうって、これこれ何、どうしたどうしたどうした、 あっちから行こうか、あっちからの方がやりやすい、こっち来て、リキ、こっち来て、じゃこっち行こう。何何ちょっと待って、ちょっとこっち来て、こっち来て、こっち来て、今あんた足蹴ったやろ。蹴ってないじゃないよ、蹴った蹴って、蹴ってないよ、絶対あんた今蹴ってよ。俺が今こうやってる時何やってた、蹴っとるかな、普通に蹴っとるかな。何がやで、そんな怒ってんの、あんた嫌なことがあんな、ちゃんと言いなさい。そんなイライラしないで、イライラしないで話聞くから、竹山ちょうだい。何がやで怒ってんの、あんたはもう一個どうしたん、何が嫌なの、何、あと拍手がないからってこと。じゃあちょっといいですか、すいません、もう拍手あるからだいぶ態度変わるタイプのサルで、拍手来たから頑張って、拍手が来たからいいのね。じゃあそれでは成功したら皆さん大きな拍手を忘れないようにお願いいたします。頑張ってよ、いきましょう。一番広い3つ、さあいけるか。よー、ありがとうございます。よし、さあ続いたら、うわうわ、じゃあどうしようかな、もう一個だけすごいねやっちゃっていいですか。ちょっとねこれ本当に難しいやつなんですけど、リキちゃん足前向けといて、あこれ後ろに置くだけなんで大丈夫です。皆さん協力してくれたので、これいきます。ただこれ結構失敗する可能性高いんで、チャンスを2回ください。でもし2回で無理だったら3回目僕やります。で結構風が強くて倒れることあるんで、風が強くて倒れたらそれは失敗じゃないよと覚えておいてくださいね。うわ風が強いな、さあ恐怖かよ。ありてこいけ、竹も降りて、ちょっと竹も変えよう、この縦用のにしよう。リキちゃん、竹もちょうだい、もうちょっと長めにちょうだい、うん、ありがとう。よし、さあそれでは成功すればメインのゲートとなります。成功したら皆さん大きな拍手を忘れないようにお願いいたします。さあ行きましょう、頑張ってよ、縦三段いけるか。よし、よしすごいね。すっごいここ通ってた今。気づいたから何いるか分かんないけど、こっちが通ってた今。こっち来て、お父さんが何とかおーっつってくれてたからやった感も出たけどさ、こっち来て、他の方シーンとしてたからね。いやもう一回やろう、ちょっときれいに上通って終わらせよう。ちょっとじゃないともう分かるでしょこの雰囲気。もうね人間の世界怖いんだから。
でしたね。もう一回上今度ちゃんと通るように本人には言っといたんで、じゃあちょっと上通って成功でお願いします。よし、ちょっとリクちゃんちゃんとメインの件につなげるために頑張ろう。さあ、それでは行きましょう。もう一回チャレンジで頑張ってよ。ほっ、よーしゃそうよっしゃ、いいじゃん、行きましょう。このままの盛り上がりで本日のメインの芸です。今日のメインの芸はこちらになります。それ回しの芸の中でも一番難しいと言われている竹馬の鷹乗りですね。これがどれだけ難しいか、あの僕の身長と比べてください。ちょっとね、距離感って分かりづらい方多いと思うんですけど、僕まあ大体ですけど身長がまあ4メートル37ありますので、まあ大体全長が5メートル30とかそんな受けないことあります？こんだけ人がいてもうちょっと気をつけてほしいよし、ゆうきこっち来て。さあ、それではですね、まあ、先ほどあのお伝えしたんですけども、猿回しの芸とか道具っていうのは意味があるというねことをお伝えしたんですけども、これはですね、あの彼が竹馬を立ててどんどん一人で足場まで登っていくという芸なんですね。だから皆様の運気が上り調子であるようにという願いを込めてます。お猿さん神の使いと言われていますので、皆さんの運気を上上と持ってってくれます。ここからはちょっと僕で真剣にいきます。もうちょっと長めにちょうだい、さっき見て。あ、そうそうそう、もうちょっと下がろう、右だけちょんと、そうそうちょっと自分で修正して、右一回ちょんと、そうそうね。それではこれ本当に失敗ありきで見てください。相当難しいんで、彼の本気の姿ご覧いただきます。よしもうちょっと盛り上がってもらっていいですか？ぬくぬく猿見たことありますよ皆さん。ちょっとすいませんちょっともう一回いきますね、すいません。皆さん結構あまりにも冷静だと思うんでびっくりしちゃいましたね。びっくりした、服脱ぐ猿見たことあるのかなと思うぐらい冷静だったんで、すいませんね、本当にこれ覚えるまで結構かかってるんでね。ゆうきちゃん、せっかくだから踊るところ、ちょっともう一回さっきの進化行こうか。よし、それでは彼の本気の姿皆さんにご覧いただきます。そうそう、ほら、おーおーって来てる、おーおーって来てる、来てるよ、いいよ、いや、先ほど抜きにくくなってるけど、よっしゃ、あーそうそうそう、よしよし、いきます。猿回し18番竹馬鷹乗りです。まず1本目ご覧いただきます。彼からしたら1本でも相当重いですからね。あの結構冷静に見てる方いるんでちょっと忘れてるかなと思うんですけど、彼一応猿なんでもうちょっと感動してあげてくださいさあ、ここからです。皆様の運気を背負って足場まで行きます。さあ、彼が足場にたどり着いたら皆様今日一番の大きな拍手忘れないようにお願いいたします。頑張ってOK ありがとうございます。さあ皆様、そのまま拍手を手拍子に、せーの、よっ、よいしょ、よっ、あ、それ、あ、よいしょ、もう一回、彼の表情、これできるようになるまで2年かかりました。すごいでしょ、本当に。それでは今から彼ゆっくり下降りるんで、下降りたらもう一度大きな拍手で彼褒めてあげてください。よいしょ、ありがとうございました。よいしょ、あ、よいしょ、お疲れさん、お疲れさん、よいしょ、よいしょ、頑張った。よいしょ、それでは、しっかり2人で、皆様にご挨拶していこうと思うんですけども、その前に、皆様に一つだけ大切なお願いがございます。我々ですね、このように2人楽しく皆様の前で公演するようになってからもう8年間、ずっと2人で頑張ってきたんですけども、こうやって8年皆様の前で公演ができるのも、今のような温かいご声援、そしてあのうすうす感づいてる方いるかと思いますが、すいません、大人の方できるだけの笑顔で聞いてください。皆様からのご理解のあるご祝儀のおかげで成り立っております。ありがとうございます。ご理解の拍手ありがとうございます。よかったです。最初お客様で結構この時間帯から急に用事を思い出す方が増えてくるのでありがとうございます。ただあの皆さんもこう急にご祝儀って聞いてそんな深刻には考えないでください。あのいくら入れなきゃダメだよみたいな決まりは一切ないですから、皆さんが純粋にリキ君すごかった、わ最後感動したよと、あのそういうふうに思ったお気持ちをね、最後ザルを持ってくると
いやらしいからやめなさい。このタイミングでそれはいやらしいから。しかも額がえげつないし。すみません本当に。彼これが大好きで。でそれとあの冗談置いといて、あの今日ねせっかくお正月ということで、もしあの500円以上入れてくださった方いたら、縁起のいいねお猿さんの手形が入ったのしを、プレゼントしていますので、ぜひご参考程度にお願いいたします。それでは、ぐるっと一周回っていきたいと思いますので、準備できた方からで、構いませんのでよろしくお願いいたします。それでは端っこからぐるっと一周回っていきたいと思いますのでね、よかったらどうぞお願いします。電車もぐるっと回っていきましょう。よかったらよろしくお願いします。よいしょ、できる一緒に回ってくる。ありがとうございます。いいですか、ありがとうございます。